ボートレース福岡の第17回ボートボーイペラボーショップ杯ファイナルメンバー登場しました。優勝戦第12レース、1号艇三重の吉川貴人、2号艇佐賀の古賀茂樹、3号艇香川の中村明友、4号艇福岡の池永太志、5号艇福岡の塩田北斗、6号艇福岡の小池君代、以上6名の対戦です。6艇バック側枠なりに並んでいます。気力抜群の吉川にこの優勝戦1号艇が手に入りました。さあ今年3回目通算7回目の優勝をかけて1号艇吉川貴人の引戦です。隣2コース2号艇古賀茂樹、安定したさばきでしっかりと乗ってきました。3号艇中村明友が3コースから、相性いい福岡水面、昨日は連勝リズムに乗って3コースから、そして今4コース候補に引っ張りました角が4号艇池永太志、シリーズをリードしてきました池永、予選トップの意地を見せますか。5コースは5号艇塩田北斗、当時3月以来の8回目の福岡優勝をかけて、6コースは6号艇小池君代、シリーズ連勝スタートし勝ち上がりました。インから1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。優勝戦第12レースインからトップスタート1号艇吉川、角から4号艇池永も出ていく、一周一幕1号艇吉川逃げる、まくる4号艇の池永太志打ち開いてった、3号艇の中村明友、さらには内側から2号艇古賀茂樹、向こう正面は3号艇の中村明友がリード。スタートは前提正常でした。トップになった3号艇中村、その後ろに2号艇1号艇5号艇3艇並走状態、一周二幕3号艇中村がトップで旋回するところ、差してくる2号艇外行った5号艇先頭、3号艇中村明友がリードしていく、その後ろ2番手は5号艇塩田北斗、すぐ後ろから2号艇古賀茂樹、5番2番の差が一定し、その後ろに1号艇吉川、6号艇小池、最高峰4号艇池永、1幕先頭3号艇中村、2番手は2号艇古賀先取った、さす5号艇の塩田北斗、さあ2番手接戦、5号艇塩田と2号艇古賀、5番と2番がぴったりとボートを並びました。その後ろに水が空きました。レースは2周2幕の旋回です。先頭は3号艇の中村明友、そして2番手接戦は5号艇の塩田に対し逃げた2号艇の古賀茂樹、2番手は5号艇塩田がリードし、3番手が2号艇古賀茂樹、先頭から3番5番2番です。1号艇の吉川貴人4番手で好走、5番手が6号艇小池君代、最高峰4号艇池永太志。優勝戦第12レース、先頭は3号艇の中村明友が最後のバックへ、2番手5号艇塩田北斗、3番手は2号艇の古賀茂樹です。その後ろ攻めていきましたが1号艇吉川4番手、上野3艇3号2の体型、さあ優勝へ向かっていきます。3号艇中村明友、今年は初優勝、当時初制覇、自身通算では9回目の優勝。3号艇中村、2番手5号艇翔太、その後ろ3番手ですが2号艇古賀が守りました。優勝戦12レース、まもなくゴールです。先頭3番中村優勝ゴールイン、5番翔太ゴールイン、2番古賀、1番吉川ゴールイン、6番小池ゴールイン、4番池永ゴールイン、以上優勝戦前提ゴールインしました。